はい。皆さん、こんにちは。お疲れ様です。ヒロシの時事ニュースチャンネルです。今日はですね、ちょっとあの、小泉慎二郎君に関する話題なんですけど、これですね、えー、数字が浮かんできた。ね、小泉大臣、46%削減の根拠に呆れ声ということで、なんかね、頭の中にね、ポワーってなんか浮かんできたらしいんですよ。これね、聞き手の小川彩香さんですかね。小川彩香アナウンサー、36歳が、えー、46%にね、設定した根拠を問うと、小泉大臣は、両手で浮かび上がる輪郭を書きながら、こう語ったのだ。ね、 くっきりとした姿が見えてるわけではないんだけど、おぼろげながら浮かんできたんです。46という数字が、シルエットが浮かんできたんですっていうことで、やば、オカルトじゃんみたいなね。なんで46ってね、ポハーって、なんか乃木坂かなとかコメントとかでは、なんかいろいろ書かれてるんですけど、なんですかね、これね、多分母校の偏差値とかじゃないですかうん、なんかそんな感じがするんですけど、確かこの人関東学院大学出身だったよね。まあ別に、まあ、ヒロの妄想ですけど、 いいですね。なんか、乃木坂かなーとかね。なんか、おぼろげ、おぼろげ46みたいな感じで面白そうなんですけど、まあなんか、 なんていうかな、根拠を問われてこのコメントみたいな感じで結構炎上しているので、とりあえずですね、これあのニュースの全部読んでですね、その後にね、ちょっと広島の考えをね、述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。いやー、でもほんとセクシーですよね。はい、やっていきます。えっと、4月23日放送のニュース23ですかね、TBSK で温室効果ガスについてインタビューに応じた小泉慎次郎環境大臣40歳、出た小泉慎次郎番組では30年度までに温室効果ガスを46%削減すると、 高らかに目標を掲げました。出ましたね。この46%。はい。しかし、しかし、小泉大臣の語った46%の根拠が物議をかもしていると <laughs>。これちょっと面白かったんですけどね、うん。22日に開かれた地球温暖化対策推進本部の会合で、えー、菅首相72歳は野心的な目標として、 2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指します。さらに50%の高みに向けて挑戦を続けてまいりますと表明したと。はい。まあ、そこら辺はね、この前も広瀬の動画でやったんですけども、あの、まあ、この後ですよね。冒頭の小泉大臣の発言は、菅首相の表明に即したものとなる。環境省によれば、 基準となっている2013年度の温室効果ガスの総排出量は14億800万トン。これは CO2 換算ということですね。14億800万トン。世界で5番目に多い排出国となっているが、あと9年で約半分に削減する方針のようだ。すごいですね。うん、で、えー、ここからですね。えー、聞き手の小川アナウンサーが、 46%に設定した根拠って何なんですかってね、聞いたんですよ。どど46%でどってどこから出てきたんですかって問うと、小泉大臣は両手で浮かび上がる輪郭を描きながら、放課だったのだって。<laughs> なんかいやセクシーね,ね。くっきりとした姿が見えてるわけではないですけど、おぼろげながら浮かんできたんです。46という数字が、シルエットが。 浮かんできたんです。やば、こいつ。あ、やべば、こいつとか言っちゃった。すいませんえ。大臣にね、好きな人いたらごめんなさい。え、あまりにも高い数値に、経産省からは、現実的にはどれだけ積み上げても30%台後半が限界だった。え、それ以上の数字は、環境省と小泉環境省が、えー、背負っていると、苦言も出ているという。まあ、そうだね。え、しかし、えー、小泉大臣は、 意欲的な目標を設定したことを評価せず一方で現実的なものを出すと何かそれって低いねって言われると真剣なまなざしでコメントさらにオリンピックになぞらえて金メダル目指しますと言ってその結果銅メダルだった時 避難しますかねと、目標設定の重要性を訴えた。あ、そう、そういうことですかそういうことなのただね、この人多分ね、あのー、ヒロの、まあ、妄想なんだけど、これ絶対笑い取れると思ったんですよね。うん、多分、46。うん、46。そうだ、ここは、パーっと、ね、シルエットがこう自分の中から、ファーっと浮かんできたことにしようって言ったら、多分爆笑されたと思ったんですよ。えー、何ですかそれ面白いとか、えー、そんなことは、そんなシルエットが浮かんできたんですかすごいですねって。 言ってもらえると思ってた節あるよね。なんかね。<laughs> なんかね、多分ね、笑ってもらえると思ってたと、そんな節がね、ちょっとヒロシはなんかわかるな。なんとなくね、ヒロシは思うんですよ。そんな感じで。うん。で、至って真面目な態度の小泉大臣だったが、あまりにも抽象的な回答に、視聴者からは呆れ声が上がった。いや、まあ、そりゃそうですよね。うん。え、思いついただけの数字を掲げるなよ。<laughs> 政治家というよりもう占いし、もうなんか言葉を失いますね。このレベルになると。<laughs> 小川花さん、泣きそうじゃんって書いてある <laughs>。 えそれゃそうだよ。根拠聞いてんのにさ、この数字の根拠って何なんですかって言ったらさ、シルエットで浮かんできたっていうのが、これいいですよね。<laughs> いや、いいですよねって。皮肉ですよ。本当にさ。<laughs> やばいよね。だからこれ言となんか次期総理候補にもなってんでしょうね。やばいよね。なんか、おぼろげながら浮かんできたんですよ。46という数字がっていう、その46%の消費税とかしそうですよね。怖いですよね。なんかね、あ、なんか25%っていう数字が、 浮かんできちゃったんですよね。消費税25%で、カーンみたいなね。<laughs> やば、本当に。おぼろげ環境大臣じゃ、これ。やばいよね。えー、また、温室効果ガスを削減する方法として、 再生可能エネルギーの活用を挙げた小泉大臣、東京の高層ビルに空いている屋根がたくさんあるとし、太陽光をできる限り置いていきたいと主張した。ふんふんえー、しかし、太陽光発電を利用して46%を目指すにはかなりの増設と費用がかかるという。えー、にもかかわらず、小泉大臣は日経新聞などの取材にも、 住宅やビルルにパネのの設置の義務付けを考えるるべきだと公言するなど意欲的だ、ね、この前もなんかヒロシやってたよね。これあのパネルを今度から義務化するっていうんだけど、なんか雪国とかさ、台風がたくさん来るね、あの地域とかもあるわけじゃないですか。日本って災害大国なんで、そこら辺どうなのかなと思いますけどね。だからもちろん補助金はね、ちょっともらわなきゃ苦しいなと思うんだけど、果たしてくれるんですかね、補助金とかね。そこら辺はちょっと問題だよね。うん。で、えー、これまでも沈回党が、えー、これ、樹木を集めてきた小泉大臣だが、国民の不安はます一 方だとといいうことで締めくくられていますねやばいよね、これね。本当になんかもう、なんか、あのー、なんで、ね、おぼろげおぼろげ46のセクシー担当でもいいんじゃないですかね。おぼろげ環境大臣みたいな感じで。あ、おぼろげ担当大臣みたいな感じで、あの、ちょっと名前を変えた方がいいんじゃないかなと思いますね。なんか、神のお告げと変わらないと思うんですけど、これって。<laughs> このガーナンサーが <laughs> 46、46%に設定した根拠を取と <laughs>。 この小泉大臣は両手で浮かび上がる輪郭を描きながらこう語ったのだっていうのが、ちょっとおきますよね <laughs>。こう、手でね、両手でホワーハーってやってね <laughs>、おぼろげながら浮かんできたんです。46という数字が、シルエットが浮かんできたんです <laughs>。この小川穴に泣きそうになってたとか言って <laughs>、ちょっと笑ったんだけど <laughs>。 <laughs> こんな感じで何でも決めれたらたまんないよね、本当にね。だから自民党の人はちってみんなこういう風に決めてんのとか思っちゃうね。だってこの人大臣ですからね。うん。だから、もうちょっとなんか発言とかに、なんか責任っていうか、なんかちょっともうちょっと重みを置いてほしいですよね。なんかおぼろげ46じゃないですか、このままだと。うん。だから、なんで46の根拠浮かんできたのかなでも、多分、みんな乃木坂とか言ってるけど、多分この人の大学の偏差値だと思いますけどね、ひろしはね。うん。まあ、ということでですね。まあ、なんかまあ、まあ、なんかよくわかんないですけど。 まあ、とりあえずあの、本当の根拠は全然わかんなかったんですけども、まあ、今、小泉大臣46%削減、ね、30年まで温室効果ガスを46%削減する、この46%は、小泉大臣がもわーっとこう、なんかシルエットが浮かんできた数字だったということがわかったということで、えー、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。やばいですね、本当にね、なんでも適当に決めてんじゃないのって思っちゃうけどね。はい、であーもしですねあの、チャンネル登録とかね、していただけると、またこういうニュース、どうせ多分まあこれからどんどん、この人の大臣のね、やることの どんどんニュースになってくると思うんで、まあ、そういうのをちょっとやっていく励みになりますので、もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。で、あと、えー、コメントね。あの、皆さんコメントとかあったらどんどん書いてくださいね。結構、広ロシ、あの、皆さんのコメントとか見てですね、あ、そうかなるほど、みんなこういうふうに考えてんだな、あ、やっぱりな、そうやって考えてるよねとかね、結構見て、動画の参考にさせていただいておりますので、えー、もしよかったらよろしくお願いします。ということで、本当に今日はこのらいにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。